ディーン・フジオカです。今コーチの2022年スプリングキャンペーンの撮影現場にいます。今日のストーリーはコーチのアイコンであるホース&キャリッジをリミックスして自分らしく表現するというものです。何かをリミックスするということは、例えば受け継いできたものを、必要なものに、変化させていくこと、自分らしく、表現すること、自分なりにアレンジを加えて、前に進んでいくということだと思います。しかも全速力で、このホース&キャリッジのクロスボディバッグがいいです。好きです。例えばそのロゴですね、グラフィカルに描かれているところだったり、この色使いブルー、そしてそうですね、カラーコントラストもすごく素敵だなと思います。収納中のその収納も、ダブルになっていて、わかりますかね、見て物の出し入れもすごくしやすくて、移動の時、飛行機に乗る時とか特に便利だなと思いました。いろいろあるんですが、ちょっと具体的にまだ皆さんにお伝えすることができないものもありまして、とにかく音楽の分野でも映像の分野でも、いろいろとこうクリエイティブな活動を引き続きやっていきますので、皆さんこれからも楽しみにしていてください。